あ、すんげえ。ねえ、この音すんごいあれな音すんね。ちょっと開けてみる。これさ、文ちゃんに誕生日で買ったんだけど、おまけみたいにさ、よいしょ。よし。こんなヒュンヒュンなんだ、この音。声枯れてる時の姉ちゃんみたいな音してんじゃん。ちょっと待って。行くよ、ブ。キュッチ。え、こういう音なんかな。こういう音の分それバグってるみたいな音してる。そういう音なの分それ。いや、バグってね、音がなんか。ひょ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 。こういう。まあでも耳が痛くないからいいね、聞いてる分には。だってこの豚とか耳痛くなるもん。この前のさ、豚もすぐ壊れたし、あの細長い豚はね、長生きしてるよ、飽きられたから。ブちゃん、もうちょい優しく構ってすぐ壊れちゃうよ。そう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 。音が新しいから好きなの。じゃあちょうだい。行くよ、ブ。投げてよい。あ、大丈夫。下で開ければよかったね。姉ちゃんの部屋狭いからさ。うん。なんか普通な声じゃなくていいね。普通のおもちゃは。ちょうど届か届いた。ぬるぬる、めっちゃぬるぬる。ねえ、大丈夫？つるつるしてたよ全部が。よかった、よかったね。よいしょ。ういっ。あ、机の上乗っちゃった。ブ、一人で取れる？一人取れる？一人取れる？取れないね。姉ちゃん、ここ助けてあげよう。おお、取れた。お利口ちゃん。よかったね。それもう一個買おうか。ねえ、気に入ってんなら。姉ちゃんの時めっちゃ臭くなってる。下で遊ぶの？あらぶってんの。ふちゃん、キャッチ。